前に必要なものがこの先にある。ただし、それを手に入れるのは大切な何かを失うことになる。王様がいるの？そう決まったわけじゃないよ。あっさよ。なんだ。でも僕もなんとなくそんな気がしてたんだよね。本当か？俺もだぞ。この城を見たとき、俺も感じた。大切な友達がここにいる。いや、僕たち気が合うね。ちょっと待った。気が合うということでは済まないぞ。どうしてジミニー、ひょっとして。ああ、私もなんだ。私も同じことを感じたんだよ。やっぱり僕たち気が合うんだね。でもちょっと変だよ。よく調べてみよう。そうだな。あ、いきなり行っちゃうよ。だって調べるんだろ。怖いのか。そんなことあるもん。さあ、おうふう。だったら入ってきたドアをちゃんと閉めておかなくっちゃね。そうや。お前、さっきの。あ、ハートでした。よし、僕の魔法で。あれ？ファイヤー！ファイヤー！ブレザード！サンサー！魔法が使えないよ。まだ気づかないのか。この城に入った瞬間に、お前たちは技も魔法もすべて忘れ去った。手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる。それが忘却の城だ。忘却の城。この城でお前たちは懐かしい人物と大切な人物と出会うだろう。大切な？リクか？リクがここにいるのか？会いたいか？会いたければ。
こいつ、お前の記憶に触れただけだ。そして作り出した。大切な存在に再会したければ。なんだよこのカード。それが再会の約束となるだろう。カードをかざせば扉は開き、新しい世界が広がる。進むがいい空。手に入れて失うために、あるいは失って手に入れるために。行こう、みんな。